アフガニスタン国民陸軍の新兵が靴の寸法を測っているところ、靴の寸法とは、その靴がどのような大きさの足に合うかを示すための数値、またはアルファベットによる表示である。靴の寸法は、しばしば長さだけを表示するが、それは、経済的理由から多くの靴製造業者が標準的な幅の靴しか提供しないことが原因である。 世界で使われる靴の寸法の表示にはいくつかの異なる方式があり、足のどこを測るか、どのような単位を使用するか、基本となるサイズをどこに置くかという点で違いが生じる。足の幅まで考慮した方式は2、3種類しかない。地域によっては靴の種類によって異なる寸法体系を使用する。足の長さは 通常は足と垂直で、かかとの先端を通る直線とつま先の先端を通る直線の2本の平行線の間の距離によって定義される。足の長さは、裸足で立って体重を両足に等しくかけた状態で計測する。左右の足で大きさが少し異なることがよくある。この場合、両方の足を計測して、 大量生産の靴を買うときには大きい方の足に合う寸法の靴を購入することが推奨される。現実の足の大きさと異なり大部分の製造業者は左右で大きさの異なる靴を売っていないためである。ある寸法の靴に合う足の大きさには少し幅があると考えられる。靴の内側の隙間は典型的には足よりも15から20ミリメートル長くなければならないが 靴の種類によってこの値は異なる。靴の寸法の方式によって以下の3種類の長さのどれかが参照される。この3つのどれを取るかにより同じ靴でも数値はかなり異なってくる。寸法の体系は使用する単位によっても異なる。通常は1単位または0.5単位刻みでしか靴は製造されないため使用する単位によりいくつ刻みで 長さが変わるかにも違いが生じる。靴の寸法を定義するために今日一般的に使われる長さの単位には以下のものがある。測定単位の違いにより、ある方式から別の方式に換算しようとすると、丸め誤差が生じたり、通常では存在しないサイズになったりする。靴の寸法の体系は、例をどこに置くかについても異なってくる。靴の幅を寸法に含める体系もあるが、 幅を表示する方法にはいくつかの異なるやり方がある。これらの文字をどの幅に対応させるかは製造者によってかなり異なる。米国、カナダの大部分と英国の一部で使われる A、E 方式の表示は、典型的には足の幅に合わせ、通常は3、16インチごとに文字が変わる。国際標準 ISO 9407-1991周サイズ マンドポイントシステムオブサイジングマーキングでは靴の寸法としてモンドポイントを推奨している。この方式は靴が合う足の長さの中央値をミリメートル単位で計測する。280、110という寸法は足の中央値の長さが280ミ、mm、リメートルで幅が110ミリメートルであることを示す。モンドポイントでは 足の幅も感情に入れているため、他の多くの方式よりも正確である。このため、NATO などの軍事組織に用いられている。モンドポイントは、スキーブーツにも使われている。衣服にも用いられる。欧州標準の案13,402では、靴については、モンドポイントに代わって、その靴に合う足の長さの範囲を、センチメートルで記すことを推奨している。イギリス及び、 アイルランドで使われる靴の寸法は、靴型の長さを元にしている。バーリーコーンを使用し、現実的な最小の靴サイズを例とする。標準規格は存在しない。子供靴では、サイズ例は1ハンドに等しい。最大は13プラス12である。したがって、イギリス方式の靴の寸法の計算式は、以下の通り、大人用の靴の寸法の位置は、 子供靴の最大のサイズより一つ大きいサイズに当たる。そこからバーリーコーン単位で大きくなっていく。したがってイギリス方式の大人用の靴の寸法の計算式は以下の通り、北米ではいくつかの異なる方式が共存している。寸法の指定方法は通常にたり、よったりではあるが完全に同じではない。特に陸上競技用の靴と 特殊なサイズの靴については違いが大きい。関与の方式伝統的な方式はイギリス方式に近いが原点が例ではなく1から始まるためイギリスと同じサイズの靴の寸法は1だけ大きくなる。建物の階数を数えるのにイギリスの1階がアメリカの2階に当たるのに似ている。したがって米国とカナダの新私靴の寸法の計算式は以下のようになる。 婦人靴の寸法は、ほとんどの場合、コモン方式を使う。この方式では、婦人靴の寸法は、同じサイズの紳士靴の寸法に1.5を足す。言い換えると、あまり使われない、スタンダード、または FIA という方式では、婦人靴の寸法は、同じサイズの紳士靴の寸法に1を足す。子供靴子供靴の寸法は、 同じサイズの紳士靴の寸法に12.33を足したものになる。したがって、紳士靴と婦人靴では寸法が違うにもかかわらず、女子と男子で靴の寸法に違いはない。米国とカナダでは子供靴の寸法は13で終わりになり、それより大きい靴は大人用の寸法を使って1から新たに始まる。ブランノックデバイスブランノックデバイスの図。 チャールズカイブランノックによって1925年に発明され、現在多くの販売店に置かれている採寸装置であるブランノックデバイスに基づいた少し異なる寸法が存在する。ブランノックデバイスの計算式は足の長さが靴型よりもに3インチ短いと仮定して立てられている。したがって、紳士靴のサイズ1は足の長さにして7プラス23インチに等しい。 婦人靴ではサイズが1だけ大きくなる。この方式では、かかとから足の最も広い部分までの距離を測る。その目的のために足の側面にもう一つの短い目盛りが置かれている。この目盛りがより大きい寸法を示す場合、足の長さではなくこちらの数値を採用する。子供靴については、成長に対応できるように動かせる余地が追加される。 この装置はさらに足の幅も測定し、AAAAABCDEEEAA、e e e、のどれかを割り当てる。幅は3、16インチ刻みで、靴の長さによって異なる。足スキャの販売店によっては、両方の足の長さと幅を正確に計測できる、光学的装置を置いてあり、それに合わせて、適切な靴のモデルと寸法を推奨している。 ヨーロッパ大陸方式は、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなど、ヨーロッパ大陸諸国の大部分、及び、ブラジルで使われる。香港でもよく使われる。この方式では、靴の寸法は、靴型の長さを、パリポイントで表したもので、紳士用でも婦人用でも、大人用でも子供用でも、同じ数値になる。パリポイントは2、3センチであるため、下の数式で求められる。 実際の足の長さをもとに寸法を計算するには、まず足の長さに1.5から2センチメートルを加える。例えば、靴の内側が足より1 5センチメートル長い場合は、フィリピンのリバーバンクセンターにある世界最大の靴。長さ5 2 9ル幅2 3 7ルフランス方式では753アジア方式はメートル法に従っており、日本では ジス S5037-1998 中国ではガバイト、T 三 t 二3 2 9 3台湾では CNS4800 韓国では KSM6681 で標準化されている足の長さと周長を考慮する足の長さはセンチメートル単位で5ミリメートルごとに表示される同じ方式がかつての東ドイツでも使われていた 長さの後に足の周囲の長さを示す文字がつくが、この文字は紳士靴、婦人靴、子供靴について異なる表を使って算出される。この表は足の幅も補助的な指標として含む。すべての生、すべての国で同じ指標が使われるわけではない。例えば、女性の最大の宗長は中国では a だが、日本では F である。文を使った。 日本の古い方式については、分長さの単位を参照。下の表は、上記の標準と情報をもとに計算した理論値であることに注意。下記の表と、製造者による表やウェブ上に載っている表との間に、食い違いがある場合は、以下のことに起因する。さらに、ウェブ上に見られる表のいくつかには、誤りが見られる。例えば、靴の余裕や、原点の違いが考慮に入れられていなかったり、 米国の異なる体型は、互換性がないにもかかわらず、両者を混同していたりする。例、長さ 185mm の子供の足には、内側がそれより約 15mm、長い 200mm の靴が必要になる。EU の靴の寸法では 29, 英国式では11になる。ありがとうございます。